2022年第1回最弱王決定戦ファイナル。私青空くんに負けると思わなかった。いや俺だって去年のチャンピオンに負けてんだよ1回戦。本当ですね。原告無常、原告無常。これ頭使うと見せかけて、うん、ちょっと運もやっぱ大事ですよね。え、運は大事だもん。駆け引きだから。駆け引きですよね。ね、高川さん、はい、言いますけど負けたらこちらです。え、やだやだやだ。ごく激辛ファイナルでございます。私今ダイエット中なんだって。大丈夫大丈夫、今日これ食べたらもう終わりでいいじゃん。ちょっと中見ていい？はい。あのでも俺食べるかもしんないからね。俺と高川さんの。私この後打ち合わせいけるかな、これ食べて。お腹壊さないかな。いや俺この後プロ野球ニュースの生放送だからね。どんなソース入ってるの？あー、これね、これ。はい。じゃあこれも入れて、じゃあ、作っていただいて、その間に勝負しましょう。で、食べる人が最後これ入れてね。はい。あー、ちょっとドキドキするね。はい。ちょっともうしんどいな、これ、ちょっと。さあ、じゃあ。あー、ドキドキ。はい。じゃんけん。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、あー、一個でしょ。こんな時だけ勝つんだね。はい、1から9までの手配があるんですよね、はい、お互い出していって9回中途勝負で5回勝った方が勝ち、相手より数字が1つでも大きい方を出した方が1戦ずつ勝ち負けが決まります。1から9あるんですけど、9が1に負けるっていう、あとは数字が高い方が勝ち。でこの牌の色があるんですけど、白は奇数、黒は偶数っていう風にそこだけは分かるんですけど、何出したか相手が分かんないです。さあ決勝戦始まります。はい。うわあ、どれ行こうかな。これだね。はい。それ。うん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 。もう何出していいか分かんない。やだー。ちょっかつ。佐藤さん何出したの？さあ。さあ、まず最初、まあ16、最初は16だからね。おお。そうですか、そうですか。じゃあ、うわー、むずい。これバレてんだよ多分。大体ね。そしたら、そうだよ。だからあと俺が全部勝てば俺の勝ち。はい、そうですね、うん、こっから勝負だから。はい、こっから勝負ですね、うん、私か、うん、どうなる？俺は負けて終わりよ。
たので、うん、黒の時に9出せば 100% 勝てるんで勝ったー。いやちょっとこれ全部オープンしてみていいですか。ね、これがね7です、うん、はい、でね、6か8なんだよ、はい、だからね、6か8で、これが8です、うん、で、これが3 5, あ5か1だったんですね。そうだよ。私でもこれ3なんだろうなと思ってました。で、俺はここで8で来たから、はい、俺ここで6と8がなくなったのかなと思って、はい、で、ここで3、まあ、ここはもう負けていいと思ったの、はい、私、ここ6で負けたらやばいなと思ったんですよ。で、ここは7。あ、ここ7だった、うん、で私もあとほぼ9で勝てばいいんで、うん、もうここどうでもいいなと思って、うん、でも俺まだ1残ってるのしてたから、俺こっから先行嫌やなと思ってて。そうですよね、うん、9で1でして負けたら、そうそうそう、でも私はもう黒の時に9出せばいいと思ってたんで。そうそうそう、じゃあ食べようか。あやった、2022年初代最弱王は里崎智也。やっとやっと勝てましたね。1年越しです。やった、できたの。できました。ちょっと佐藤さんのモノマネとかも本当は見たかったですよ。あ、そっちが見たかったですよ。じゃあモノマネでいい。あ、どうします。ちょっとなんかモノマネとかも見たい気もしますけどね。大丈夫です、またどうせ。今年はこっちが勝てるからな、はい、うわー嬉しい、佐藤さんに勝つってこんな嬉しいですね。でこれだよね。はい、それをちょっとたっぷり。じゃあ これでいいで。いやちょっとほらほら、私がかけてあげましょうか。でもまあ別にソースはまあまあ若干赤いかなっていうね。結構赤黒いですね、うん、ところはあるけども、ちゃんと入れましたね。ちゃんと入れましたね。それ入れるでしょ。で綺麗に混ぜて、いやちょっとかかってないとこ、それかかってるとこ食べたとき大変ですからね、ちゃんと混ぜないと。辛いのかなこれ。まあ見た目なんか見た目そうじゃないですね。見た目まあ若干ちょっと赤いね。ただちょっと鼻近づけて嗅いでみてください。あ大丈夫、まあ若干若干なんかスパイシーな。あー、うんうん、ちょっとお茶がいいかな。確かにお水とか用意しておいた方がいいかもしれないです。まあ嬉しそうやな。嬉しい、嬉しいですよこれはね。やっとですからね。もう私勝てる気しなかったもん。しかも俺、うん、自分のゲームこれ。そうですね。完食？完食でしょ。さっき私がだから器いっぱいにしようって言ったのに、ね、いや完食や、いや完食や、ホテル行ってよ。そう、散々言われましたから。いただきまーす。、はい、ちょっと食べてみよう。一気にいった方が良くないですか。いやちょっとどんなもんか。